11月27日日曜日、クイーンズ駅伝が行われますが、各チームの区間オーダーが発表されましたので、区間賞候補、各区間の注目選手を紹介してまいります。まずは1区、7.6 キロ区間、豊田自動織機の田中希実選手を紹介します。実業団駅伝初出場となる田中希実選手、私の予想通り1区にエントリーされました。非常に楽しみですね。田中選手は1500メートルのね、日本記録保持者でもありますし、東京オリンピックでは入賞も果たしました。1500メートル、5000メートルはね、本当に国内トップランナーなんですけれども、この 7.6 キロ区間、距離が伸びる、そして駅伝という中で、田中選手はどう対応してくるか、距離にどう対応してくるか注目だなというふうに思います。まあ、区間賞候補の一人ですけれども、仮に区間賞を逃したとしても、しっかり役割を果たす、崩れない走りはしてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、駅伝の役割はね、きっちり果たしてくれるのではないかなと思います。実業団駅伝、初出場ということで、どんなレースをしてくれるかデビュー戦楽しみにしております。続きまして日本郵政グループの和田優奈選手。昨年まで大学女子駅伝日本一の名城大学のエースとして大活躍しておりました和田選手。大学在学中にも日本選手権に出場するなど、トップランナーの一人でもありました。ただ今シーズン実業団に進んでから故障の影響で、ほとんど試合にも出れておらずということで未知数な部分はありますよね。ただそんな中1区にいきなり起用ということで、どんな形で和田選手が応えてくれるか、非常に走りに注目したいなと思います。まあ、調子さえ、仕上がってればね、間違いなく区間賞候補の一人ですから、和田選手の走りに期待です。そして、ヤマダホールディングスの岡本春美選手、昨年大接戦の1区となりました。見事区間賞を獲得した、そんな岡本選手は今年も1区にやってきたということで、区間賞候補、大本命が岡本選手。2週間前の東日本女子駅でも1区で区間賞を取っておりますし、5000メートルは15分20秒、1万メートルも31分28秒の実力者ということで、岡本選手がね、主導権を握っていくのではないかなとは思うんですけれども、今年はどんな1区になるのか、まあ、スローになることはまずないのかなというふうに思いますけれども、田中選手や和田選手、岡本選手、その他にもね、資生堂の木村選手など、力のある選手はたくさんいる1区、注目です。続きまして2区は 3.3 キロ区間、積水化学の浦部蘭選手を紹介させていただきます。昨年区間賞を獲得しまして、区間新記録も樹立した浦部蘭選手、今年も同じ区間にエントリーされました。800メートル1500メートルメインで東京オリンピック、オレゴン世界陸上にも1500メートルで出場した選手、日本国内トップランナーのね、トップスピードランナーの一人ということで非常に楽しみですけれども、1500メートルの倍以上の距離、 3.3 キロ区間しっかり走れる強みがね、浦部選手の持ち味でもありますよね。まあ、非常に楽しみな選手なのかなというふうに思ったりもしております。そんな浦部蘭選手ですけど、昨年はねチームが初優勝したんですけれども、今年は連覇を狙っているチーム、ただ最大のライバルである資生堂がね、非常にメンバーが揃ってるんですよね。ということで今年もね、区間賞、区間新記録、そして資生堂やライバルたちを、まあ、短い距離ではあるんですけれども、しっかり引き離す、そんな役割に期待したいなと思います。続きまして、資生堂の佐藤なるは選手を紹介させていただきます。大学時代は立命館大学で活躍しました。全日本委員会5000メートル、1万メートルで優勝するなど、全国トップクラスの選手の一人でした。5000メートルは15分27秒、1万メートルは31分52秒ということで、非常に力がある選手ですよね。まあ、いくら駅伝とはいえ、まあ、前半の流れを作ることが必要とはいえ、やっぱり2区に佐藤選手を置ける資生堂はかなり強いなというふうに思います。まあね、チームは優勝を狙うんですけれども、佐藤選手個人としても区間賞を狙ってくるのではないかなと思います。そんな佐藤選手の走りに注目です。3区は 10.9 キロ区間、積水化学の新谷仁美選手を紹介させていただきます。やはり日本のエースが積水化学、チームのエース区間にやってまいりました。最長区間にエントリーということで、まあ、優勝を争うね、最大のライバル資生堂は、一山真央選手をエントリーしてきたということで、かなりここバチバチな戦いになるのかなというふうに思いますが、まあ、優勝する一番の近道が区間賞ですからね、最長区間でどれだけの貯金を作れるのか、新谷選手の走りに期待したいなと思います。オレゴン世界陸上は残念ながらマラソン、コロナウイルスの陽性反応ということで欠場となってしまいましたけれども、2週間前の東日本女子駅伝、見事な区間賞に獲得されました。まあ、タイムもね、まずまず非常に、ね、良かったですから、そういった意味では非常に期待できる選手なのかなというふうに思います。新谷選手がチームの優勝に貢献できるか注目です。続きまして資生堂の一山真央選手、ワコールから移籍しまして、いきなりエース区間にエントリーされました。非常に楽しみですね。まあ、チーム、会社も楽しみだと思いますが、一山選手も楽しみだと思います。オレゴン世界陸上は新谷仁美選手もそうでしたけれども、残念ながら、コロナウイルスの陽性反応ということで、残念ながらね、
マラソン代表として走ることはできませんでした。ただその後記録会も走ったりしてて、まあタイムもそこそこね走れてるんですよね。ということで心配は必要ないのかなというふうに思っております。新谷選手 VS 一山選手ということで、まあ、チームが優勝することが一番大事なんですけれども、区間賞争い3区 S 区間注目です。4区は 3.6 キロ区間ユニバーサルのナオミ・ムッソーニ選手を紹介させていただきます。昨年4区区間賞ということで、そして 3.6 キロ区間なんですけど、唯一10分台で走り切りました。まあ 3.6 キロね、女子が10分台ってことで、もう本当に何キロ走ったのって思われるようなね、思うような走りをしてくれました。そしてチームをね、シード圏内の順位まで押し上げる走りをしてくれたということで、今年も区間賞候補、そしてチームのね、順位を押し上げるような走りに期待したいなと思います。続きまして積水化学のデシマル小春選手を紹介させていただきます。昨年チームは初優勝した、その時の4区を走った選手、昨年は日本人でね、区間3番で走り切りましたけれども、チームの優勝のために、ライバル勢ほとんどのチームが外国人選手をね使ってきますけれども、そのあたりとどう戦うか注目したいなと思います。続きまして5区の10キロ区間を紹介させていただきます。資生堂の五島莉乃選手、絶好調の今シーズンはオレゴン世界陸上の日本代表選手として1万メートルにも走られました。区間賞候補の大本命なんですけれども、チームが優勝するためにね、大きな走り、力強い走りに期待したいなと思います。昨年5区区間賞並びに区間新記録もマークした五島選手、まあ、昨年以上に走ってもおかしくありません。まあ、チームが優勝にね大きく導く走りをするんじゃないかなと今からねワクワクしております。そんな五島選手は、まあ、本当にトラックも強いんですけれども、ロード駅伝で、ね、パワフル、力強い走りができますし、厚底シューズの恩恵を受けながらね、地面への推進力をかなり生み出せるような、そんな走り、パワフルな走りができる選手ですから、まあ、昨年以上のね、区間記録、まあ、風向きにもよるんでしょうけれども、まあ、追い風、もしくは無風でしたら、間違いなく区間新記録出す、そんな力はある選手だと思いますので、五島選手、走りに注目です。続きまして、日本郵政グループの鈴木亜由子選手を紹介させていただきます。昨年1区に出場したんですけれども、ちょっと苦しい走りになってしまいました。ただ今年は5区にエントリーされたということで、まあ期待したいなというふうに思います。まあ、鈴木選手の調子がいいのか、日本郵政グループにメンバーがいないのか分かりませんけれども、準エース区間に起用されたということで、鈴木選手はねもう中学時代から全国クラスの選手でしたからね、スピード、そしてポテンシャルはある選手、東京オリンピックマラソン日本代表のね意地、そんな、プライドのねある走りをね期待したいなと思います。そしてアンカーの6区 6.795 キロ区間、積水化学の佐々木里奈選手を紹介させていただきます。昨年は区間2位で優勝のゴールテープを切りました。今年は資生堂が非常に強いですからね、まあ、競り合いになる場面もあり得るかもしれませんし、追いかける場面もあるかもしれませんが、しっかり走っていただきたいなというふうに思います。まあ、昨年はねシンプルに区間賞わずかに届かなかった中で、まあ、今年もね個人賞も狙いたいとは思うんですけれども、チームが連覇するためにね佐々木選手の活躍っていうのは非常に鍵となりますので、期待したいなと思います。そして最後、エディオンの矢田美国選手を紹介させていただきます。昨年エース区間の3区を走りまして区間4位ということで、そんな矢田選手は 5000m 室内アジア記録保持者でもあります。非常にポテンシャルの高い選手ですので、一つここでね殻を破れるいいきっかけになるようなレースにしていただきたいなと思います。来年から世界大会がね3年連続続きますから、矢田選手の走りにも期待したいなと思いますし、世界を目指す上でここいいきっかけになるような走り期待したいなと思います。ということで今回の動画は、明日11月27日日曜日クイーンズ駅伝が行われますが、各区間の各チームのエントリー発表はありましたので、各区間区間賞候補注目ランナーを紹介させていただきました。以上